人ども、カークズヒーローだ。地上人ども、カークズヒーローだ。普通のパンチ。地上人ども、カークズヒーローだ。
人ども駆け抜けろじゃばのパンチ。モスキート娘が敗北しただと。それも一撃で。死者を送って彼を招待しろ。我々の進化の家にね。先生！マジで来やがった。ジェノスです。埼玉先生。その先生っていうのやめてもらえる？師匠！師匠もやめろ。飲んだら帰れよ。弟子なんて募集してねえし。あれ？お前怪我治ってね？はい。体の大部分は機械なので、パーツさえあればすぐに。先生はどのようなパーツを使っているのですか？使ってねえよ。じゃあその頭部の肌色の装甲は？いやこれ肌だから。いやしかしそれでは先生が若くしてハゲているということに。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。俺ですか？俺の話を聞いてくれるんですか？いやいい、大丈夫。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。こんなしみったれた世の中でも、家族と共に平穏に、まあまあ幸せな毎日を送っていました。しかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが、俺たちの街を襲ってきたんです。暴走サイボーグ、おそらく身体改造に失敗して、脳に異常が発生したのでしょう。奴は全てを破壊し尽くしていきました。公園、学校、ビル群、俺の家、そして、俺の家族の命までも。奇跡的に生き残った俺は、当時まだ15歳で弱く、廃墟の街でたった一人、力尽きる寸前でした。そこに偶然通りかかったのが、クセイの博士。クセイの博士は、街を襲った暴走サイボーグの強行を止めるため旅を続けている、正義の科学者でした。そこで俺が、クセイの博士に頼み込み、身体改造手術をしてもらったんです。
そして俺は正義のサイボーグとして生まれ変わり、いつかあの暴走サイボーグを破壊することをクセイの博士と約束したのです。あれから4年の月日が経ち、19歳になった俺は悪を排除しながら町から町へと旅を続けていました。これまで倒した怪物や悪の組織は数知れず、しかし例の暴走サイボーグにつながる手がかりは全くつかめず、苛立ちと焦りの日々を過ごしていました。いつからか俺は暴走サイボーグの巨像を追いかけて悪と対峙していたのです。そして1週間前、あの蚊の化け物が現れた時、俺は完全に油断していました。もはやあの暴走サイボーグ以外には負けるわけがないと思い込み、敵のデータ分析もせずにただ正面から攻撃を開始していました。結果はご存知の通り、底力を見せた化け物に返り討ちにされ、埼玉先生がたまたま通りかからなかったら確実に破壊されていました。俺は埼玉先生に命を救われたのです。クセイの博士に一度救われたこの命、埼玉先生に再び救済されたことによってさらに重く責任の増したものになりました。こうなったら何としても暴走サイボーグを破壊するまで死ぬわけにいかない。そのためには再び奴が俺の前に現れるまで正義のサイボーグとして悪と戦い続けなければならない。先週埼玉先生の一撃を見た時、俺はこの人の元で学ぶしかないと思いました。俺もこれほど強くなれたら、埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない、俺の故郷やクセイの博士の思いも背負っているんです。自分が未熟なのは分かっている。しかし今は何としても巨悪を粉砕する強大な力が必要なのです。クセイの博士は俺に。バカ野郎、20時以内で簡潔にまとめやがれ。高速接近反応来る。なんか先陣切ったカマキュリがやられたみたい。え、あいつ結構強い方じゃなかったっけ。外にも2体。ジャスティスクラッシュ。僕は正義。先生、ここは俺が。あ、なんでもないです。獣王はいかなる相手でも決して手は抜かぬのだ。ならば今こそこの獣王の力を存分に見せてやろう。獅子山流星群。
高エネルギー反応あり。サイボーグ、まさか。ターゲットはお前ではない。邪魔だ。我は進化の家の英知の結晶、アーマードゴリラ。進化の家だと、それが先生に何のようだ。お前には関係ないことだ。そして歯向かったものは必ず消すのが我らの決まり。お前は破壊せねばならん。邪魔だ。我の実力は進化の家ではナンバー3。その程度では今も来ているナンバー2の獣王には勝てぬ。それこいつじゃね？すいません、全部話しますんで勘弁してください。なんだお前、さっきまで片言だったじゃねえか。すいません、雰囲気出してカッコつけてました。一昔前、一人の若き天才科学者がいた。彼は圧倒的な知力を生かし、しかしやがて彼は世界に失望することとなった。人々は彼の天才的頭脳に称賛の言葉を惜しまない一方で、彼が常日頃吐き出す思想について認める者は誰一人としていなかった。人類の文明ではなく、人類という種の人工的な進化、それが彼の実現させたい唯一の夢であったが、協力しようとする者は出てこなかった。その後彼は研究に没頭し、70歳を超えた頃、計画は加速し始めた。まず彼は若さを手に入れた。次に彼は自分たちの研究所を進化の家と名付け、クローンたちと共に数えきれないほどの動物実験を繰り返しては、新種を作り出し、やがて実験の対象は人間となった。話が長い！俺に関係ないだろ。雰囲気ばっか出しやがってよ。いいから要点を言え、要点を。先生は忙しいんだ。20文字以内で簡潔にまとめろ。つまりですね、我々のボスがあなたの体に興味を持ったようです。俺、男に興味ねえぞ。いや、違います先生。先生の人類を超越した肉体を進化の研究に利用しようと企んでいるようです。放っておけば、おそらくまた資格を送ってきますよ。野放しにするわけにもいきません。今度はこっちから攻め込みましょう。よし、行くか。はい。え？今？ああ、明日は特売日だから、行くの無理だしな。